そしてなんです。もう一個だけ話をします。いろいろ言ったんだけど、この流れだけ覚えておいてください。で、流れだけ覚えて細かいテクニックは忘れていいんです。なんでかって言ったら、全部を通じてやってることっていうのは結局これだけなんです。エピソードとエッセンスだけなんです。で、これに過去現在未来つきますけれども、結局エピソードとエッセンスのマトリックスを移動してるだけなんです。臨場して俯瞰してるだけなんです。だからなんです。昔平本さんがコーチングは簡単です。コーチングなんか臨場して俯瞰したらおしまいですからっていうのの意味はこれなんです。臨場して俯瞰するのは簡単だと言う、臨場して俯瞰するだけだと言われてもわけわかんないじゃないですか。で、実際に今だって臨場して俯瞰するだけってどんなことかっていうけど、実はエピソードに行ってエッセンス引っ張り出してそれを客観的に見てるってだけなんです。で、それを繰り返しながら何をやってるかっていうと、本当にやりたいことを見つけて、共有ゾーンを見つけて、で、自分らしくうまくできるアクションを見つけてるってだけなんです。もしくは問題の本当のそこの現場で起こっていることを見つけて、それがどうなったらいいかということを見つけてっていうのをやってるだけなんです。このルートを進めていく上でやってることは何かって言ったら、結局具体的なエピソードを聞いてそこから学んでるだけなんです。じゃあ具体的なエピソードを聞くって何かってことです。具体的なエピソードを聞くっていうのは、相手の話を具体的に具体的にって聞くことじゃないんです。いいですか。具体的にって聞いたからって言って相手はエピソードを語るとは限らないんです。エピソードとは何かって言ったら、いつどこでが決まってて、で、登場人物が決まってて、で、そこで誰かが何かを見たり聞いたり感じたりして、そしてその中でその人が何かを気持ちを持ったり、何かの思考を持ったり、何かの行動をしたりする。そうするとそれが周りに反映されてまた帰ってくる。そうすると主人公である本人がまた何かを気持ちを感じたり、何か思考したり、何か行動したりする。その繰り返しによって一つのエピソードが完結するわけです。決着がつくわけ、結末がつくわけ。これのことをエピソードって言ってるんです。で、これを聞きたいんだってことですよ。これをただ報告を受けるんじゃなくて、その時みたいにありありと臨場感を持って感じながら聞きたいんだってことです。だから臨場感っていうのは別にわーってイメージが湧いてわーってならなくてもいいんです。ならなくてもいいから、その時のことをありありと思い出しながら、あ、そういえばこの人こんなこと言ったなんで、私こんなことやったって思いながら、ちょっとあって顔がなったりとか、で、気持ちがなったり、必ず感覚がなったらもう臨場してるんですよ。ふわーってなる必要ないので、変なことを思わなくていいから、ちょっとでも感情が湧いたり感覚が生まれたり表情が生まれたりしたらもう臨場してるんです。ただ平板でパーンって語ってるのはただ報告してるだけなんです。だからちょっと思い出してちょっと感じてもらったらいいんです。何を感情なんです。感情を感じたらその感情にとどまってもらいたいの。その感情をもうちょっと時間をかけて味わってもらいたいの。なんでかって言ったら、感情を味わって、あ、そうです、この時楽しかったんですっていうのがゴールじゃないからです。感情の背後にある本当の思いに知りたいからですよ。感情の背後にある本当の思いっていうのが何かって言ったら、価値観とか自分らしさなんです。で、これを抽出するためにエピソードを聞いてるんです。だからね、ジュンって今まででなんか一番ね、友達のやったね、なんかプロポーズ関連とかなんかサプライズ企画でね、一番心動いたの何って、ああそうですね、友達がなんかね、あるホテルに彼女のこと呼び出して、どこどこって、ああそうなんだ、じゃあお前さどんなのやってみたいのっていうのはダメなんですよ。ダメなんです。そうじゃなくって、そのエピソードの何が本人の心を動かしたかってことを知りたいわけ。それ聞いた時どうだったって聞きたいわけ。いや、すっごいワクワクしました、ああそうなんだって。ちょっとさ、そのワクワク感思い出そうよって、なんでそのワクワクしたんだろうねっていうわけ。いや、 やっぱりね、僕ちょっとそれ聞いた時想像したんですけど、ほら新聞がなんか入れられるじゃないですか。で、彼女は何食らうのかでね、新聞取ってきてとかね、今日どんな記事載ってるとかって言うと、まあなんか友達がさ、なんかね、新聞をね、なんかその作ってさ、要はそのプロポーズがなんか結婚するみたいなのの新聞記事を作って、それをなんか差し込ませるというすごく豪快なプロポーズをやったっていう話なんですよ。で、それ聞いた時にね、なんかその彼女が何食わぬ顔でそのなんか見ててね、どうこうな時に、うわーって彼女がびっくりしてボロボロ泣くのを想像したら、すごいワクワクしたんだって。オーケーオーケー、じゃあちょっとそのさ、彼女がさ、へーって言いながらわーってなってるのをニヤッとチラッと見てニヤッとしてる、その想像をちょっとしながら、そのワクワク感感じてよって、なんでワクワクするのってことなんです。あ、こいつ絶対に一生忘れないよなと思うから、あ、そうなんだ、一生忘れないよ、 なんでそれがいいのって、だってなんか一生幸せな思い出があるっていいじゃないですかって、あ、そうなんだ、一生幸せな思い出ってどうして、
いやなんかそれを思い出したら俺もそうだそうだって、そうやって始まったんだよな、ずっと大事にしてやりたいと思うし、そういうのがちゃんと出てくるってことなんです。で、事象はどうでもいいんですよ。事象はどうでもいいの、その背景にある感情だし、その背景にある自分の本当の思いに触れて、ああそうか、俺そういうの大切にしたいんだっていうのが出てきた時に、じゃあさって、お前どんなプロポーズにしたいんだよって言いたいわけ。絶対一緒に、ね、思い出に残るのがいいですって、ああそうなんだって、じゃあ例えばさどんなところでやるのがいいのとか言って、やっぱりなんか2人がずっと好きで行ってた思い出の場所でやりたいんですとか、でこんな要素があったらいいんですっていうのがそこから紡ぎ出されてくるんですよ。だから感情感覚とその背後にある価値観で、価値観って言うと硬いかもしれないけど、自分らしさですよ、自分が本当に大切にしたいものですよ、それを抽出しましょうっていうのが我々がやりたいことなんです。で、価値観抽出するときはそう、もしくは問題のエピソードから本当に嫌だっていうものはこれの逆だよね。何が嫌だったの、何が嫌だったの、ギリギリやって、あこれが嫌だったの、なんで嫌だったのって、だってで、だっての後が聞きたいんですよ。で、あそうか、それが聞けたらそれがどうなればいいってひっくり返せるわけ。本当はみんながもっとこうこうで、あそれってじゃあどういうことなの、ちょっと想像してみようよって未来側にボンってビジョンを飛ばせるわけです。簡単でしょ、これやってるだけ、これやってるだけ。で、未来から始まる場合もそうだよね。どうなればいいも、ひたすら未来の具体的なエピソードを聞いて、ポイントは感情を動かすことですよ。分かってることを聞くことじゃないんですよ。感情を動かして、それの何がいいのってエッセンス聞きながら、さらにそれがどうなったらもっといいの、具体的に他にどんなことがあったらもっといいのってやりながら膨らましていくんですよ。で、モチベーション上げるんです。で、もっと何が欲しいのか具体的な要素をいっぱい出すんです。それが我々の仕事なんです。だから結局エピソードを聞いて、それの抽出したエッセンスを引っ張り出すということだけなの。もしくは具体的に起こっていることっていうのを見つけると、アクションを起こしやすいから、目標も作りやすいから、そういうのを見つけてるっていうことなんです。いいやり方見つけるのもそうです。強みとかリソース見つけるのもそうです。過去の良かった場面とか、人の場面の中に入っていって、結局はエピソードの奥にある、何が見える、聞こえる、感じるの奥にある、どんな気持ち、どんなこと考えた、どんな行動した、どんな結果、それのループを探していって、その中からその人の強みとか、いいやり方っていうのを見つけてるだけなんです。で、それを未来に生かせないかなって俯瞰しながら考えてるだけなんです。だからやってることは技術的にはエピソードとエッセンスを行き来してるだけなんです。臨場して俯瞰して、そこから学んでこのルートを走ってるだけだっていうことです。